これが正方形ですね。4つの辺の長さがみんな同じ、4つの角がみんな直角の四角形のことを正方形と言います。これを半分に折ります。さらに半分に折ります。で、片側だけ半分に折ります。何を折ろうとしているかというと、正三角形、ここを頂点にして、ここの部分をこの真ん中の線に先が来るように合わせます。そうするとなんと、ここが60度になります。この長さとこの長さが同じで、これが半分、中心線ですから、こう正三角形ができるわけです。さあ、これを裏返して折ったら、60度なのでぴったりと重なるはずです。ほら、重なった。これで6つに折れてます。6つ折りの出来上がり。ここから雪の結晶を作っていきます。雪の結晶の場合は、これをさらに半分に折って12折りにします。この端っこのいらない部分は先に切っておきましょうかね。よいしょ。で、雪の結晶って一つとして同じものがないんですよね。ですから、ここからはもう一人一人自由に好きな形に切っていってください。ただ自由といっても、向こうまで切っちゃうとパチンってやっちゃうと抜いちゃうので、それ気をつけてくださいね。大きく切ったり小さく切ったり、ギザギザに切ったり、中の方に行ってくるんと回って、こんなのもありですよね。とにかく好きなように切ってみると、それで可愛い形が、可愛いかな、雪の結晶が できていきます。開く時がドキドキするんですよね。一気に端持ってビッてやると破れますから、一折ずつ伸ばしながらゆっくり開いてください。折り目のところをしっかり伸ばします。ああ、ここ破れそう。はい。あ、なんだか模様が出てきましたよ。さあ、どんな結晶になるのかな。最後のところは慎重に。おお、どうです？これにポインセチアをこう組み合わせてディスプレイするといい感じになるんじゃないでしょうかね。上ですかね、こうかな。この方法で作った雪の結晶はペラペラして扱いにくいので、ラミネートしましょう。ラミネートフィルムに雪の結晶を挟んでいきますよ。このままだとずれてしまいやすいですね。そこで使うのがスティックのり。一箇所でいいです。少しだけつけてください。場所を決めたら軽く押さえます。一箇所塗り付けしておけば動きませんから、挟む時もずれません。
もちろんラミネートするときもずれません。さあ、ラミネートしていきますよ。これでペロペロだった雪の結晶がこんな風にしっかりと固くなりました。これを切り分けていきます。まずは大まかに切って、それをきれいに切っていきましょう。5ミリぐらい周りを残してくださいね。これで完成です。いろいろな形の雪の結晶ができました。ラミネートフィルムの残った透明の部分も使います。丸く渦巻き状に切っていきましょう。幅は1センチぐらいかな。この渦巻き、こんな風に伸びますよね。くねくねしてるの分かりますか？ここに雪の結晶をセロテープで留めていきます。こんな風に使えば立体的で揺れる飾りができます。ここにポインセチアなどをあしらうとよりクリスマスらしくなります。